はい、どうも、皆さん、こんにちは。勝者様、リクエストで、ケイスケさん、アップデート情報、バランス調整後、まあ、ライドロットとかが、ドラゴンが強いのは分かるんですけども、リクでの最強編成、教えてくれませんかっていうね、リクエストいただいてね、今回はそちらをお送りしていこうと思います。ガガジャンの、ケイスケ実況の、ケイスケです。ポン!ということでね、先日動画ね、グローバルランキングでね、ライドラッシュの、プレイヤーが、ね、急に、増えたっていうね、動画とかお送りしてって、まあ、スパドラが弱体化されたんで、ライドラとか、あとはドラドラ、編成が強いっていうのが、わかるんですけども、まあね、まあ、イエティネクロボーラー系の編成とか前動画に出したんですけども、まあ、別のね、最強陸編成といえば、スーパーボーラーですね。これがね、今ね、バランス調整後、やばくてですね、ですね、まあ、言ってしまうと今回のバランス調整で、まあ、対空砲ね、レベルが上がったりとか、あとは大工さんの回復速度がね、上がったりとか、あとはね、まあ、2月のバランス調整で迫撃砲の、HP が情報最大とかっていうので、若干まあ、前回難易度上がったなーとかって思う人、いるかもしれないですけど、逆にスーパーボーラーにとっては、ある意味メリットだったりするんですね。なので今回ね、そちらをね、お話ししていこうと思います。なので、クラクラ動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とかも出していきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでね、早速スーパーボーラーのね、リプレイとかも見ていきましょう。レッツゴー。はい、まずはね、クラメンの前回リプレイを見ていきながらね、話していくわけなんですけども、まあ、HP 上昇したりとかしましたよね、対空砲の HP 上昇、あとね、大工さんの回復速度の上昇とかあったりしたんですけども、まあ、全体的に村が硬くなったっていうことじゃないですか。なんですけども、スーパーボーラーからしたら、ある意味ね、まあ、硬くなりましたよ。で、普通にね、なんか、村が強くなったことには変わりないんですが、スーパーボーラーにとってはね、ある意味ね、メリットでもありまして、なんでかっていうと、まあ、スーパーボーラーってな、ボールを投げるとさ、そのバウンドがさ、2バウンドして、まあ、うまくいきゃ3つぐらいの施設にさ、ダメージが、入っていくわけですよ。で、そこですよ、スーパーボーラーがじゃあ殴ってる1つ目の施設が、まあ、HP が上がった迫撃砲だったりとか、対空砲だったりとかね、あとはね、近くに大工さんがいて、回復されちゃって、で、ちょっとスーパーボーラーが、殴る回数が多いと。多いっていうので、のは、逆に言うと、その分、バウンドする回数が増えるってことですよね。バウンドする回数、たくさん殴らなきゃいけないと。で、そう考えたら、たくさんバウンドするっていうことなので、ある意味、奥の施設が壊れやすくなるんですよ。これ結構な、メリットでして、ま、手前の一つ目の施設の、施設が HP 低かったりしたらさ、スーパーボーラーさ、もう一発二発殴っただけで、もうすぐ壊れちゃって、奥の施設が壊れなくて、で、中途半端に残ってしまうっていうことがあると思うんですけど、はい、スーパーボーラーの動きちょっと見ていきましょうか。ですけど、手前の一番前の施設が HP 高いことによって、たくさんバウンドしてくれて、奥の施設がね、壊れやすくなるっていう、ある意味メリットにもなるんですが、まあ、手前の施設が早く壊れることにね、いいに越したことはないですよ。進行が早くなるんで。早くなんていいに越したことはないですけど、逆にね、HP が高ければたくさんね、バウンドしてくるんで、奥の施設が、結構壊れやすくなるっていうメリットもあるんですよね。なので、スーパーボーラーに関しては変わらずね、強いかなっていうふうには、個人的に考えてます。さあ、スーパーボーラーがもうちょっと消えちゃってるか、あと言っているんで。じゃあ、このスーパーボーラーの動き見てみます。さあ、どう ?HP が上がった。ちょ、ロイヤルチャンピオンが。ロイヤルチャンピオン壊しちゃったんだけど。さあ、こんな感じで、エリクサータンクとかね、HP 高い。あー、死んじゃった。ちょっと、スーパーボーラーの動き見たかったんで死んじゃったんだけど。まあ、ね、俺の言いたいこと、わかりますよね。なので、まあ、一長一短では、ありますよね。まあ、ただね、スーパーボーラーはね、相変わらず、全然ね、強いので、使う価値はね、あるかなっていうふうに思います。はい、じゃあね、自分が相手のクランに、前回されたリプレイね、見ていきましょうか。さあ、行きますよ。自分の村はね、乾燥してて、HP ね、上がった対空砲とか、回復速度が上がったね、大工さんもね、近くにいらっしゃるので、それがね、どんな風にね、スーパーボーラーに対して作用していくかっていうのもね、見ていきたいところではあります。さあ、ウォデヒーでサイドカットをしていきながら、フレームシューターで壊してくるかな。あー、せっかく、対空砲ちゃん、対空砲ちゃんだけを見逃してくれ。お願いだよ。対空砲ちゃんだけ見逃して。あー、ちょっと待って。スーパーボーラーの手をちょっとお見せしたかったんですけど。まあいいや、
ここからね、まあ、サイドカットしていってあげて、まあ、こういったアローが大ちゃんもスーパーボーラーでも簡単に取れる時点に、なっちゃいましたね。さあ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 、これでフレームシューターがやっぱ強いですね。フレームシューターが出たおかげで、このスーパーボーラーと、スーパーボーラーがね、さらに磨きがかかったっていう感じになると思いますが、さあ、来ましたね。はい、まあ、ストレージ系の施設とかでやっぱりね、HP 高いんでバウンドする回数が増えて、奥の施設もね、壊してくれるっていうね、そういうね、メリットもあります。さあ、これも、バウンドしてって、行って、ちょっとあんまよくわからないね。今たくさんユニットがいて、火力が高いから、ちょっとすぐ壊すな。あ、でも、はいはいはい、壊していきましたね。さあ、こっからです。さあ、どうなる？スーパーボーラーのバウンド数とか増えるかな？どう？増えるかな？さあ、あ、今いいですね。投石機、殴りましたよ。投石回復してます。さあ、たくさん殴んなきゃいけません。たくさん殴んなきゃいけないから、その分バウンドしてって奥の施設にもダメージが入っていったのかな？まあ、入っていったっていうことにしておきましょう。あ、よし、スーパーボーラー、見ていこう。さあ、これで HP がね、上がってるんで、対空砲、どう？さあ、壁もね、叩くんで、はい、たくさん叩かなきゃいけないんで、はい、わかりますかね？たくさん叩いたおかげでアーチャータワーとかで奥の巣壊していったっていう、そういうメリットがね、ありますからね。さあ、これとかも、どう？スーパーボーラー。HP 高い施設に、はい、クロスボウとかに対してもね、やっぱりたくさん叩くんで、その分奥のね、施設にもダメージが入っていくっていうことになりますからね。さあ、なんかちょっとあんま伝わんねえか。あんま伝わんないけど。じゃあ、あんま伝わんねえか、俺の言いたい、今回の言いたこと。なんか、あっという間に火力高いし。相手が上手かったからか、バンバンすぐ施設が溶けて、全開取られちゃいます、それ。はい、はい、これ、まあまあまあ、まあそういうことです。さあ、じゃあね、こういう密集してる配置だったらちょっとわかりやすいかな。多分わかりやすい。いや、わかりにくかったらごめん。ごめんだけど。さあ、そしたら見ていきましょう。ここからね、さあ、たくさんバウンドしていくと。で、はい、HP の高いね、クロスボウとかにもね、あ、一撃で壊しちゃった。なんか一撃で壊してくな。あ、オッケーオッケー。はいはい、イーグル砲とかにも。はいはい、イーグル砲とか HP やっぱ高いんで、たくさんバウンドして、奥の施設、やっぱ壊していきましたもんね。これとかも、はい、レベルが上がった対空砲も、なんか一撃壊したんだけど、一撃で壊してくれた。まあ、はい、クランチとかも、はい、HP 高いんでたくさんバウンドしますね。はい、これとかも、たくさんバウンド、はいはい、大砲も壊した。はい、HP 高い施設にね、を叩くと、たくさんね、攻撃、はい、これも2回攻撃してくれたんで、奥のね、施設も壊していきましたもんね。そういうこと、そういうこと。はい、弊社も壊していった。弊社も壊していったんで、たくさんバウンドしてくれるっていうの。伝え、なんか無理やりこじつけで俺言ってるみたいな感じになってんな。無理やりこじつけで言ってるみたいになってない。大丈夫？大丈夫かな？さあ、こういうことです。で、いやね、たくさんバウンドしてくれれば、はい、こんな風にね、あっさり、前回ね、取れてしまうよねっていう、そういうことをね、言いたかったんですよ。はい、じゃあラストにね、もう一本ね、敵クラウンに今回ね、スーパーボーラーでめちゃくちゃ全開取られまくったんで、ちょっとね、スーパーボーラーの強さ、スーパーボーラーにフィーチャーして、見ていきます。さあ来ました、スーパーボーラー。さあ、お前たちの強さを見せてくれ。さあ、これたくさんバウンドしてって、ここね、入っていくと。さあ、で、たくさんバウンドしてんのかな、これ。大丈夫？大丈夫、ちゃんと見せてくれよ。俺が言いたかったこと。皆さん、クロス殴ってるから、はい、たくさんバウンドして、僕のね、施設にダメージが入っていくっていう、そういうことですから。はい、はい、これもインフィニティタワーたくさん殴って、なんかすぐ壊れる。すぐ壊す。スーパーボーラー。スーパーボーラー強いね。違います。スーパーボーラーは強いです。はい、なんかもうバウンドのこととか、もうそんなの一切関係ないです。スーパーボーラーが強い。スーパーボーラーしか勝たん。はい、もう、そう、HP 上昇してもね、スーパーボーラーは強いよっていうね、一切ね、弱体化入っていないんでね、バンバンね、前回取ることができます。はい、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 あー、もう強い。はい、相手がや、はい、前回取って、行って、しまいましたね。はい、はい、はい、お疲れ様でーす。はい、ということで今回はね、アップデート後、現環境最強の陸編成はね、スーパーボーラーだっていうね、動画をお送りしていきました。いやー、やっぱりバウンドですね、チェーンがね、ほんと見ていて気持ちいいんで爽快なんでね、タウンホール12から使えますんで、タウンホール12以上の方はね、ぜひぜひ使ってみてはいかがでしょうか。で、こういう風にクラカー動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、あと友人やクラメニシアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。